こっちが文章ですね。OK。これ今説明したけど、これね。To subdue the enemy without fighting. さっきあなたが言った戦わずして勝つってやつ。Is fighting costs lives and money. Sun Tzu prizes the general who can outwit instead of outfight his opponent. これ outwit って言ってるけど、知恵で出し抜く、いっぱい食わせる、騙す。Outsmart、outwit、騙す。だから。Instead of outfight. 戦わず騙す。Sun Tzu says, avoid what is strong, attack what is weak. Throughout history. これだから。これは弱いところを撃つっていう意味ですよね。これは寸図性とアボイド撃つ虚実の強をつけてますよね。これちょっと英語よく何言ってるか分かんないけど、 What is strong? What is strong? アボイド What is strong? アタック What is weak? ですね。虚実ですね、うん、これはですね、ストロングな実で weak な虚、これはね、高橋さんって、高橋今飛行機乗って、あ、そうですか。なんか違うね、あれ。これじゃないね。本当に順番違うのかな。これじゃないな。違うな。よくないんじゃないな。違うな。これが近いけどね。いや、強いところを避けて弱いところを打つ、うん、これ近いかな。攻めて必ず取る、その守らざるところを攻めればなり。 You can be sure of succeeding in your attackIf you only attack places which are undefended, 守ってないところを攻撃する。いや、強いところを避けて弱いところを攻撃するってあったら、うん、気の判断にやったのよな。これまたすごく同じことだね。こう、これはそういうことだね。同じだよね。今言ってるとこだよね。故によく攻める者には敵その守るところを知らず。よく守る者には敵その攻めるところを知らず。もうこれ近いかな。その守らざるところを攻めればなり。いや、どっかで強い時は戦いを避け、
弱い時は攻めるってなったのに、ちょっとおかしいな、ちゃんと選んでないな。違うな。まあ、いずれにしてもこれはあれですね。これはですね、これですね。これさっきやったよね。で、これをやったよね。だここでしょ。違うな。これかな。違うな。これかな。これだね、きっと。孫子曰く、昔のよく戦う者はまず勝べからざるをなして、もって敵の勝つべきを待つ。孫子は言う、昔から戦いに巧みな者はまず敵が自軍を攻撃しても勝てないようにしておいてから、敵が弱点を露呈し自軍が攻撃すれば勝てるようになるのを待ち受けたものである。勝つべからざる者、勝つべからざるは己にあり、勝つべきは敵にあり。故によく戦う者はよく勝つべからざるをなすも、敵をして勝つべからしむることはたわず。だから、負けないようにすることは自分自身によってできることだが、自軍が敵に勝つかどうかは敵軍によって決まることである。したがって、どんなに戦いが巧みなものであっても、敵を勝たせない状態にすることができても、敵を攻撃すれば勝てる状態にさせることはできない。これね、この、書き出し難しいんですよね。何回読んでもよくわかんない。勝つべかざるは己にあり、勝つべきは敵にあり。故によく戦う者は、よく勝つべかざるをなすも、敵をして勝つべからずしむることはたわず。敵をして、敵を勝たせない状態にすることができても、敵を攻撃すれば勝てる状態にする、させることはできない。適応して勝つべからしむことはたわず。故に曰く、勝ちは知るべくしてなすべからずと、勝利の方を知ることと実際に勝利を実際実現に来ることとは別である。これはどういう、どういうこと。この最初の文章はよく、まず敵が自軍を攻撃しても勝てないようにしておいてから、敵が弱点を露呈し自軍が攻撃すれば勝てるようになるのを待ち受けたものである。昔のよく戦う者はまず勝つべからざるをなして、敵が勝てないようにしておいて、もっと敵の勝つべきを待つ。もって敵の敵を打ち負かすことを待つ。勝つべからざるは己にある。勝つことができないのは自分の方で、勝つべきは敵にある。勝つことができるのは敵にある。これは敵が、負けないようにすることは自分自身によってできることだが、自分が敵に勝つかどうかは敵によって決まることである。勝つべからざるは己にある。勝つべからざるは負けないというのは自分にある。勝つべきは敵にある。勝つかどうかというのは敵が次第だと。故によく戦う者は、よく勝つべからざるをなすも、負けないようにすることができるよも、敵をして勝つべからしむことはあたらず、勝利することはできないと。よく勝つべからざる、負けないようにすることができても、勝つことはあたらず。故に曰く、勝つは知るべくして、なすべからず。勝利の方を知ることと、実際に勝利を実現することは別である。これはだけど意味深いよね、きっとね。英語の方がもっとはっきりしてない、きっと。スンズ・セッド。
The good fighters of old first put themselves beyond the possibility of defeat. 負ける可能性を超えたところに置く。負ける可能性を超えたところに彼ら自身を置く。そして、and then waited for the opportunity of defeating the 敵を、defeating enemy、敵を任せる機会を探す。自分が負ける可能性のあるところから離れたところに自分を置いておいて、敵を任せる機会を待つ。The good fighters of old first put themselves beyond the possibility of defeat and then waited for opportunity of defeating the enemy. To secure ourselves against defeat. 要するに負けることを、負けることに対してそれを安全に確保することは、to secure ourselves against defeat lies in our own hand. それは自分ができるということ。But the opportunity of defeating the enemy is provided by enemy himself. だからその敵を任せるということはですね、敵自身が決めることだと。Thus, the good fighter is able to secure himself against defeat. 要するに、good fighter はですね、自分自身を負けないように確保することができるけれども、but cannot make certain of defeating the enemy. 敵を間違いなく任せることはできない。Hence, the saying, only may know how to conquer without being able to do it. だから、どのように勝つかを知ることは、without being able to do it。それをすることができる、それを勝つ、要するに、勝つことができることなしで、だから要するに、how to conquer、どのように勝つかを知ることはできるけれども、without being able、それをできるかどうかは別にしてって言うんですね。without being able to do it、それをできるかどうかは別にして、どうすれば勝つかを知ることができる。この表現も英語難しい。One may know how to conquer without being able to do it。ちょっと今、ここ。うん、これは近いよ。Outthink your enemy than outfight them。戦うよりも敵のことをよく考える。秒算っぽいとこあるけどね。